畑中武雄は日本の天文学者、日本の電波天文学の開拓者として知られている。和歌山県田辺市に生まれたが、少年時代に新宮市に引っ越したので、同市を出身地とした。旧制新宮中学校時代から科学雑誌を読み天文学を志す。旧制第一高等学校を経て1937年、東京帝国大学理学部天文学科卒業。 はじめは、理論天体物理学を専攻し、東京大学助手を経て1945年講師となる。同年9月、萩原雄介の下で、惑星上成分の放射機構を研究し、理学博士号を取得。論文の題は、惑星上成分における電離ヘリウム、二重電離酸素、および二重電離窒素原子間の光学的交互、作用理論。 助教授を経て1953年東京大学教授。イギリスのマーチンダイルらの論文によって日本に電波天文学が紹介されると率先して研究テーマをこれに変え、1957年東京大学附属東京天文台天体電波部長に就任。若くして日本の天文学会をリードする存在となり、国際的に活躍し一般のメディアにも多く、 登場したが、1963年11月10日、脳出血のため49歳で急死した。畑中の死後、その名は月のクレーター及び1978年11月1日に富田光一郎によって発見された小惑星に名付けられた。畑中の名が付けられた小惑星については畑中を参照。畑中の弟子としては赤羽健賢治森山文を 森本正樹、川畑君明,明らがいる。また、萩原雄介門下で弟,弟弟子の帯深夜も兄弟子の畑中にも支持した。ありがとうございます。